皆さんこんにちは。フィーフォアチャンネルへようこそ。今日は日本のことが大好きな私とベトナムのことが大好きなベトナムくんとお話をします。テーマは私から見た日本人の嫌いなところ、それから、ベトナムくんから見たベトナム人の嫌いなところについてです。面白い議論がたくさんありますので最後まで見てくださいね。この人は大阪から来てコロナで危ない人でしたので本日はマスクかけてお話をします。僕ちゃんとマスク手洗いうがい消毒しておりますので安心してくださいませ。ベトナム君です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、最初ですけども、はい、私がですね、日本人の好きじゃないところなんですけども、それはですね、柔軟性が欠けてるところです。ほう、うん、なるほどでございます。ベトナム君はどう思いますか？意義あり意義ありでございます。そう思わないですか？思わないというか、うん、ベトナム人は柔軟性がありすぎて、僕は逆に困ると、イベントで何回も困ってるんですよ。あ、そうですか。言うていいですか？はい、例えばですね、まあ僕よくイベントを出させてもらいます。で、まあ、1時間前に来てくださいねって言われて、 OK、 分かりました、明日は盛り上げますね、よろしくお願いしますって言って準備していきますね。1時間前に着きます。ベトナム君何してるの、今から出番だよって言われて、もう1分後出番とかあったんですよ。とか、あと、まあ、1時間前もありますし、1時間2時間遅れ出番とかもあったり、なんかこう柔軟性ありすぎて連絡もないし、これでいけるやろって思われるの、僕むちゃくちゃ大変困ってるんですよ。どう思いますか？それはごめんなさいねそれは確かにありますね。もう僕だからもう着いた瞬間着替えて、うんうんうん、新潮カッパーって歌ってること何回もあるんです。はい、でもその逆に、柔軟性があっていいなと思ってるところはあるんじゃないですか、ベトナム人って。あ、確かにそうですね。やっぱりあの変化に答えられやすいというか、うんうん、ね、応じやすいというか、だからベトナム人と仕事をすると、ね、これがダメであればこれがあるみたいなのができるんじゃないですか。確かになんか私仕事でね、その硬い日本人とその仕事をするとねあんまり好きじゃないですねこの間ですね、あの、バスでですね、なんかあの観光、あの、まあ、ツアーでバスで乗ってですね、それであの秋葉原で、まあ、みんなを降りあのさせてくださいっていうあのルートだったんですが、はい、でその、秋葉原駅ではなくてちょっと近くの神田駅とかに止めていいですかって言ったら、うん、絶対ダメっていうふうに言って、ね、いいそう通路は同じなのになんでですかと私ずっと思ってるんです。なんかあの交通安全だとかなんかいろいろあるんですけども、はい、なんかそれやってもいいんだって思ってるんですねすいません、ちょっと私ベトナムやったら全然ありですか？全然降りるぜ止めるぜっていう感じです。そうそう、時間的に正しい、要はあの時間を守るのは日本人の大好きなところですけども、うん、時間以外は結構あの硬すぎると思います。確かにそう考えるとそうですね、うん、確かにベトナムやったら全然バスも止めて降りれそうですし、はい、うん、でその柔軟性、あ、それはですね、あの普通のその普通のその公共バスじゃないですよ。あ、もちろん分かってます。あの貸し切りの観光バスですよ。あ、分かります。そうなんですよ。それなのにですよなるほどですね。なんか貸し切りだから私がなんか指示すればいいんじゃないかと思ってたんですけど、そうではないらしいですね。大変勉強になりましたなるほどです。確かに今日ベトナム人ほんま柔軟性で生きていってるからね、すごいアイディアとかひらめきますよね。 それめっちゃ感じます。そうベトナム行って、まあ、友達もいっぱい増えたんですけど、うんうん、なんか次々アイディア浮かぶなっていうのがありすぎて、まあ、逆に困るところもありますけどね。今日のホワさんとのこの打ち合わせもどんどんアイディア出てくるじゃないですか天才ですほんまベトナム人すごいなと。いやいや、まあありがとうございます褒められるとちょっとね慣れないのでそうか、あんまり褒められない社長の立場。私はね、そうですよね、あの他人を褒める立場になってるので、なるほど、みんな、はい、よく頑張ったっていうことなの で、ね、社長が褒められることだなんかちょっと、うん、天才です社長、天才です。はい、いいです、十分です、はい
がとうございます。はい、まあ、次に言いたいところなんですけども、うん、私の日本人に対して好きじゃないところは、日本人はあんまり子供に優しくない、子供に優しくない環境が多い。環境が多い、そうですね。例えば電車の中で子供が泣いてしまったりすると、結構多くの人がちょっとね、ちょっとうるさく、要はちょっとね、気持ち悪く見られてしまうっていうことと、それから子供と一緒にですね、レストラン外食するときは大変チューされたりとか、ね、怒られたりすることが多いので、ちょっとね、2人の子供のママとして暮らしにくいなと思ってます。それは、ベトナムはどう？そういうなんか、そういう目には多分あったことないですよね。あったことはないですね。確かにそれはもう意義なしですわ。確かに、子供に対して厳しいレストランとかは多い気がしますね。うん、で、電車の中でもうるさいなって捉えてしまう日本人も。特に何か結婚できなさそうなおじさん。わ、ね、かります。ベトナムは一切そんなことないんです。一切はないっていうのは言い切れないんですけども、あまりないんじゃないかなと思ってます、ね、レストランも、もう、今日はなんかちょっと、まあ、レストラン内で子供が泣き出しても、もう仕方ないなっていう気持ちで見てくれるっていう。なるほど。だからもう言うこと聞かないのは子供なので、もう仕方ない、許してあげるっていう雰囲気がありがたいですね。高級レストランとかでも、高級レストランでも高級ホテルでも、やっぱり高級だからこそ来るママは神様じゃないですか。だからその神様の子供も神様じゃないですか。だから泣いてもいいよっていう、やっぱり子供たちは泣いてもいいよっていう環境を作っていかないといけないです。ちなみに私もベトナムで保育園やってますけども、保育園を投資してます。そうですか。私の保育園では子供がですね、泣いてもいいよと、泣いてもいいよ、もう泣くのは子供の仕事なので。なるほどですね。そう、でも今の日本の社会ではやっぱり泣いてはいけない、子供でもルール正しくしないといけないっていうのはちょっと逆にストレスになっちゃうじゃないかなと思ってます。はい、確かにベトナムと日本の大きな違いは、日本は迷惑かけてはいけない、そう、ベトナムは迷惑かけていいよって、これは大きいですよね。そう、それ僕ベトナム行ってむちゃくちゃ感じました。うん、なんてストレスフリーなんやみたいな。そう、だからね、迷惑多少かけてもいいんじゃんっていう私は思ってるんですね。まあでも、まあ、ね、日本に住んでる私はあまり他人迷惑かけたくはないんですけども、多少迷惑もかけられるくらいの関係はいい関係なんですよね。そう、そう思わないですか。そうですね、それがベストですね。うん、勉強になりますわ。はい、はい、もう一つ私の、日本人の好きじゃないところはですね、アジア系の人、特に、まあ、ベトナム人を含めてですけども、見下す傾向があります。ほう、見下す傾向。そう、私はね、日本に来てあんまり見下されたことがない、要はあんまりなんか差別されたことはないとは思います、自分はね。ただし、私の周りのベトナム人、多くの若者のベトナム人からの意見コメントなんですけど、日本人にもう差別されたとか見下されたっていうことがありますけども、ベトナム君はどう思いますか。あ、それは意義、日本の悪い企業さんたちには物申したいですね。意義ありですね。なんかほんまに会社によって全然違うと思う。ちゃんとベトナム人の能力に応じて店長してるお店もありますし、だからなんかそういう店はベトナム人の皆さんすぐ辞めて逃げるんだ。悪い人はやっぱりいますしね、そういう見下す人はあんま変わんなかったりするんで、うん、そういう人はもう無視してほしいなと思います。で、なんか最近僕たちもそうですけど、若い世代がベトナムに興味持ってる人もうだんだん増えてきてて、うん、そういう人たちも一切そういう考えはないと思います。見下すみたいな、まあね、悪い企業だとか、そのちょっと補修的な、年配者だとか、そういう人は多分少し傾向がまだ残ってると
いうことなんですけども、今の若者の日本人はそうではないかもしれないですね。そうでないですね、まあ、うんうん、ベトナム人が好きっていう日本人が、まあ、最近確かに増えてると思います、うん、はい、最後にですけれども、はい、私と、まあ、ベトナム君がですね、お互い今後の、ベトナムの国と日本の国の関係、それからベトナム人と日本人の関係について一言述べたいと思ってますけども、まずは先にどうぞ。なるほど、何ですか、大きなテーマですね。はい、大きなテーマ、どう思いますか、日々。まあ最近ベトナム人がほんまに日本にたくさん来てくれてだんだん増えてますよね。伸び率のパーセンテージ見てもほんまに5年後10年後見たら一番多くなるんじゃないか、そうですね、って言われてるじゃないですか、うん、なのでもっと日本人にベトナム人のことを理解してほしいなってむちゃくちゃ思います、うん、と、あと、まあ、国自体日本も、うん、その例えば駅の電車の看板だったりとか、はいはい、で英語、中国語、韓国語あるけど、そうベトナム語ないんですよ。そうね、ベトナム人が多いのに、ね、日本語できるベトナム人が多いのに ね、そうベトナム語をつけた方がいいと思います。なんで韓国語あんのって感じですよ。ベトナム人の方が多いし、そのまあそ、ね、観光客がまあ韓国人多いんで、うんうんうん、それターゲットで国がやってると思うんですけど、うんうん、もうベトナム人こんだけ住んでるんやぞってもう政府に言いたいですわ、うんうんうん、だから国もちゃんとそうやってなんか考え方をちょっとベトナムにちゃんと意識してほしいなっていうのはむっちゃ思います。そうですね、うん、私も思います。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。まあ逆に私なんですけども、普段仕事をしていて、ベトナムで、事業を展開する社長さんだとか、ベトナム人を雇っている社長さんとか、そういう人と普段よく接触してるんですけども、その中で、最も好きな友人の社長さんが言ってることなんですけども、ベトナム人と日本人は、友人関係ではない、友達関係ではないんですと。ベトナム人と日本人は兄弟関係なんです。うわ、家族ですと。だからね、今後もね、いっぱいベトナム人が日本に来てます。でそれから日本もですね、いっぱい日本人もこれからベトナムに仕事しに来るし、両国の関係もますます発展していくし、だからお互いの国、お互いの国の人も最もですね、関係を良くして、友達関係ではなく家族関係ですと、兄弟関係ですとっていうことを望ましいですと。私もその言葉が大好きです。わ、素敵。だから普段ですね、日本で生活していて、日本でいっぱいいいことをやりたいなと思ってます。いっぱいベトナム人のイメージをですね、日本人にいいイメージ、いいことを伝えたいと思ってます。はい、なるほどです。素敵なお言葉ですね。うわ、いいですね。普段、はい、それを考えてやってます。いいチャンネルやわ。こんな素敵なチャンネル読んでいただいて、ぜひね、みんなチャンネル登録をしてくださいね。チャンネル登録してくださいね。多くの人は見てくれてますけども、全然登録されてないので悲しいっていうことですね。気にして、はい、シェアします。はい、任せてください。お願いします。はい、ではバイバイ。バイバイ。Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hãy comment và đăng ký kênh để xem video của Hoa vào mỗi tối thứ 7 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.